えー、今週のおまけです、えー、内南中さん、えー、男性10代沖縄県西田先生こんにちは沖縄に住む高校2年生ですいつも先生の動画で勉強させてもらっています私は大学受験のために日々勉強に、えー、勤しんでいますただ最近モチベーションが下がってきています夜寝るときなど朝が来て欲しくない学校に行きたくないなどと思うようになりました、えー、中学校の頃の友達 えー、この方は大学しき進学希望なしですから彼女を作ったりアルバイトをしたり釣りを楽しんだりしているようですこんなに苦しんでいるのは自分だけなのかと思います、えー、そんなことがないことは重々承知しています、えー、西田先生このメンタルの弱い若者に喝を入れてもらえませんでしょうかはい喝バカ者甘いこと言ってるんじゃないということでありますがまあしかしあのー、実はですね 私たちも、えー、ちょうど40年ぐらい前ですね、えー、高校生の時代っていうのは皆さん同じなもんです。まあ、特に今はですね、あのコロナショックでですね、学校が開けないとかね、えー、塾にも行けないとか、えー、クラブもできないとか、とにかく、まあ、我々が誰も経験したことがないですね、えー、とんでもない状況に今、えー、皆さん方おられるわけであります。ですから、貸すなんてですね、偉そうなこと私も言えないんですけれども、しかしもう片方で、 私たちも、えー、40数年前高校生の時代というのはあなたと同じようにですねまあしょうもないことで悩んでるわけですねで、えー、誰か、えー、自分にはいないけど彼女がいるとかクラブで頑張ってるとか何かモヤ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 した気持ちになるわけですで特に、えー、若者はですね、えー、後で考えてみると本当に力余ってるわけですよで打ち込むものがあって一生懸命やっていったらですね一心不乱悩むこともなしんで、ね いけるんですけれどもえ普通の人間はですね、えー、その力を持て余しちゃう持て余してですね、えー、何かいろんな、えー、ちょっと世の中、えー、悪いなという方向に走ってみたりですね、えー、その荒れ余ってるのをクラブでどんどん使ってみたりですね、えー、できるわけでありますけれどもまあそういうようなことが、えー、その若者の時代のですね、えー、まあ特権というかですねもんなんですシトレムアントウントドランク 疾風怒涛の時代ですよ、えー、皆さん方が、えー、今思っていることをそらく40年経ったらですねあの時こうだったなぁとそんなことで思い出話を、えー、しながらですねお酒を飲むような時代が来ると思いますまあ今みんなしんどいのはみんなあのしんどい特に今のこのコロナの時代の経験をしている皆さん方は本当に大変だと思いますしかし、えー、こういうことはですねずっと続かないんですよずっと続かないそのうち終わるんですそのうち終わるんです だから、そのうち終わった時に自分がどういう状況になっているかということをしっかり見据えてですね、えー、それを見据えて日々精進したものが価値というのが人生。えー、これは一つ言えていることだと思います。えー、ぜひ頑張ってください。勝つ